今回ご紹介するアイテムはこちら。ポーターのボディバッグ、ワンショルダーボディバッグですかね、ヒートというものです。で、これ私結構愛用してるんですけども、これ仕事でも使えますし、もちろんプライベートでも使っております。なんか雨が降ってる時とか、ちょっとその辺に出かける時なんかは、両手こう塞がれたくないですね。こう、カバンとか持っちゃうと、雨の日なんか傘持たなきゃいけないので、両手を塞がれちゃうので、こういったものがあると非常に便利です。で、まあ、いろんなボディバッグ出てると思うんですけど、なんでこれをまず紹介したかと言いますと、非常に耐久性が強いですね、これはね。ここのベルトがですね、幅が広くてね、非常にシートベルトなんかに使ってるやつと一緒の素材なんですね。なので、非常に耐久性強いです。あと、まあ、ボディバッグ選ぶ際にですね、ここにパッドみたいなのが付いてるのありますよね。で、あれはやめといた方がいいと思いますね。やっぱりボディバッグってどうしてもこういうふうに負傷じゃないですかね。負傷って後ろに回すと思うんですね。その時、こういうふうに前に持ってくる作業っていうのがあると思うんですけど、この時に、ここがツルツル滑らないでやりにくいんですね。なので、こういうふうにこう、何もパッドとかないやつの方がおすすめです。あと、この幅が広い方が滑りやすいと思います。で、便利です。で、これのですね、ポーターのですね、いいところはですね、普通のボディバッグより結構容量あるんですね。これ、見ていただくと。で、まず、ちょっと見てみましょうか。こっちですね。ここはですね、伸縮性のゴムの素材になってますね。なので、すごい伸び縮みです。あと、ここに、こういう、キーホルダーですか、こういうのがあって、鍵とかなんか重要なものを入れて、こう中にしまいますね。それとですね、あと、ここにですね、いろんなこう、留め具金具がついてたりとか、あと、こちらも、外側にですね、もう、こういう、ポケットが左右2つついてます。これ非常に便利ですね。で、これ中、つながってます。なので、どちらからでも取り出し可能なので、便利です。あと、チャックが、こういうふうに2つついているので、どっちからでも開けられるので、非常に便利ですね。あと、外側ですね。あと、これ、あと、これ、懐中電灯がなんかついてるんですね。こう。これがなんか意外と面白いなと思って。で、外側は、こういうふうに普通のバッグポケットになってますね。ここにもですね、なんか引っ掛けられるようになってますね。3つ引っ掛けられるようになってますね。あと、意外と、ここの部分の補強っていうのが大事で、こう置いたりとか、こう、引っ掛けたりするときに、この底面がしっかりしてるのが割とおすすめですかね。あと、これデザインが非常にシンプルなんで、本当仕事で使っても全く違和感ないですね。あと、もう私なんか行くとき、例えば食事なんか行くときには、昼ご飯とか行くときには、この中に、それこそ財布と、携帯はスーツのポケットなんですけど、財布と手帳と名刺入れぐらいポンと入れて出ちゃうんで。で、重さはですね、670g ですね、約ね。非常に軽いですね。で、やっぱ、あんまり小さすぎても使い勝手は悪いんですけど、このぐらいの大きさでもちょうど私は使い勝手がいいですかね。デザインがシンプルで、こう、かけやすく滑りやすいですね。あと、ここは、パッドはこう入ってるので、こう背中とかに当たるのは防いでくれるっていう、さすがポーターさん、吉田カバンだなと思います。はい。で、付属品がですね、取扱説明書と、なんかちょっと紙が、説明書みたいな、こう、ファスナーとか、なんか金具についてのやつと、あと、これが入ってますね。さっきの懐中電灯が入ってた、こう、付属の電池と、あと、ここに懐中電灯しまえますね。これが懐中電灯単体でも使えるようにストラップがついてます。非常に今ボディバッグ最近人気なんですけど、いろんなのが出てると思います。私もなんかいくつか試してたんですが、このポーターさんのこれがおすすめでしたね。
サイズ感、それちょっとペットボトル出してみましょうか。ペットボトルちょっと出しちゃったな。これが伊右衛門から出てる。これが、こんな感じになりますかね。ペットボトルだったら、2本ぐらいそれで入りますかね。こんな感じですね。iPad mini も入るそうですね。はい。非常におすすめの一本ですね。概要欄の方に商品リンク入れておきますので、ご興味のある方はご覧になってみていかがでしょうか。撮影しているのがですね、2014年の12月なんですけども、もうこの時点で、Amazon でですね、2520円となっております。ご興味のある方はぜひご覧になってみていかがでしょうか。あとですね、これに私のアイコンがあると思うんですけども、チャンネルの登録の方よかったらよろしくお願いします。あと、動画の内容がよかったらグッドボタンの方もよろしくお願いします。はい、今回は以上です。